はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回は楽天リンク有料5人全体像が判明したぞっていうね、そんなお知らせになります。はい、視聴者様から投稿いただきました。この場所から正しいか不明ですが、投稿フォームで検索したら出てきましたので、こちらから連絡します。ピッポン、これですね。視聴者様の投稿フォームはこちらです。視聴者投稿フォームっていうのはね、こうやってリンクを伝えたいとかね、なんかデータね渡したりとか、あと個人情報を絡んじゃうとか、まあ、そういった場合はこの連絡フォームからいただければね、定期的にチェックしましょうっていうね、まあ、そういう内容です、ね。はい、それで、上記コメントで書き方の指紋がありましたので、他の画像も撮っていました。まあ、他のものも有効期間という記載でした。参考くださいということでね、こうやってリンクをいただきました。で、画像はすべて本日の4月28日に撮りました。以上ですということでね、まあ、結構早い時間に投稿いただきました。で、その内容を見てみると、まあ、これね10時31分だね、お知らせのところだね。もう1回戦追加で3000ポイントキャンペーン残り16日、1円キャンペーン、まあ、楽天スマホとっていうね残り2日で、まあ、1000ポイントが500名様とか新キャンペーン更新中とか、ね、ポイント最大3倍とか、あ、毎日簡単にもらえるとか、友人に紹介とかね、まあ、こうやって並んでるみたいです。それはね、それで、昨日の、ね、内容につながるんだね。このもう1回戦追加で3000ポイントは、これはキャンペーンがね、あと残り16日ですよということで、2代目スマホやタブレット利用にもなくてモバイルということで、もう1回戦追加で3000ポイント、ね、有効期間が5月の14日まで、キャンペーン残り16日、キャンペーンの残り16日、キャンペーン残り16日、ね、有効期間が5月14日。まで、ね、詳しく見るっていうと、このキャンペーン内容に行くわけです。で、こちらがね、1円キャンペーン楽天スマホと Wi-Fi がキャンペーンが残り2日、ね、4月の30日までということで、ここをクリックするとリンク先がねキャンペーン内容になるという内容でした、ね。で、まあ、これについて視聴者様の、ね、コメントも見ていきたいと思います。よいしょ、ね。はい、楽天回線持ってる方への有効期限2回線目とかのであって、新規はまた別ではないですかね。未契約の方には LINE リンクだリンクいらないでしょうし、楽天公式で未だ終了未定になってますし、未定なままより終了期間が決まってるなら出した方が書き込みで契約は増えそうな気がしますし、ね。なのでこれはお客さんが勝手に勘違いをして、急がなきゃって駆け込んでくれたらいいよねっていうのを狙ってやってる悪意のあるお知らせだよね、これはね。はい、小宮さん、先入観を捨ててフラットな気持ちでお知らせの文面をしばらく眺めていたら、あ、そういう意味で書いてるんじゃないか、私も含めてみんな引っ掛けられてたんじゃないかってふと思ったんですよね。でもこの解釈が一番しっきりする、常識が通じないのが楽天ってことを忘れかけてましたってね。そうなんです。だから見た人が勝手にそう思い込むようにね、そう仕掛けられている。だからこれを見た人はほとんどの人が、あ、キャンペーン有効期間ね、あと何日いつまでね、やり方が本当汚いね、本当で、お知らせが一部の人に届いてたのはもうどう考えても疑いようのない事実だね。ちなみにこの通知をじっと眺めているうちに違う解釈もあり得ると思えてきた。有効期間が4月30日と書かれているけど、これはこの通知の有効期間じゃないのかな。キャンペーンの実施期間が4月30日とはどこにも書かれていないぞ、ね。普通なら
キャンペーン期間とかプランのお申し込み期間、製品のお申し込み期間って書くと思う。実際にウェブのキャンペーン詳細でもそういう表現をしている。キャンペーンの実施期間のことを指して有効期間って表現はおかしくない。これは深読みすぎだろうかってことだよね。ただここにまたね、天音さんとかもぶら下がってたけど、まあ、あえて拾わないようにしておきますね。例えばこの通知の有効期間ね、通知の有効期間、通知の有効期間って何で、ここでね、この後天音さんがぶら下がったアマゾンとかでも自分でこうチェックしてね、注文してもらうのはクーポンコードに入力してもらうのもあるしって、いろいろ書いて、また変な方向に行ってたけれども、この通知の有効期間って何？そのキャンペーンは、3000ポイントをもらえるよっていうね、あれはエントリーが必要だけれども、1円で買えるよっていうのは、何もいらないじゃん。エントリーもいらないし、何にもいらないじゃん。で、その通知と有効期限ね、これね、1円キャンペーンでね、キャンペーン残り2日ですよ。この通知の有効期限が残り2日ですよ。30日まで。この通知の有効期限って、この通知の有効って何？何ですか？じゃあ、この期限が過ぎたら、この通知が自動的に消えるってことなの？その表示の有効期限なの？本、広告、本、告知有効期間ってこと？表示有効期間ってこと？消えるの？じゃあもうログは残らないってことなの？それとも何？この通知の有効期間って何？この通知が何を有効にしてるの？どう考えられる？この通知の有効期間、何を有効にする？この通知が何を有効にしている？残り2日。キャンペーン。じゃあこのキャンペーンって何？キャンペーンの通知。じゃあ残り2日は何？この通知の有効期間があと2日。何を有効にしているの？表示の有効？何？何？騙されるアホが勝手に思い込んで駆け込むであろう予測が残り2日ってことで、そういうことだ。こういうのを有料誤認って言うんです、これね。これは違法行為なんです。これはもう Windows では日本語入んないのか。ね、不当表示ね。不当表示とは一般的に不当景品類及び不当表示に防止法第4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されているということで、楽天モバイルのやってることはこれ不当表示なんです。違法行為です。有料誤認ね、具体的には商品サービスの品質を実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品サービスよりも特に優れているわけではないに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為、有料誤認表示に該当します。で、あとこのキャンペーンはあと何日で終わっちゃうよって勝手に勘違いさせて忙しくとかね、煽るね。
そういうことだね、これがね。で、有利誤認、ね、有利誤認ってまだね、有料誤認と有利誤認の違いは何ですか。有料誤認表示も有利誤認表示もいずれも不当表示として景品表示法で禁止されています。有利誤認が価格その他の取引条件について消費者を誤認させるものに対し、有料誤認は商品やサービスの品質や性能について消費者を誤認させるものの違いがあります。サービス、商品、この商品に対しての割引をする、ね、サービス、ね、それを誤認させるってことはね、期限とかね。まあ、どの道ね、楽天モバイルはろくなことをしてないってことはね、あ、これね、もう黒ずみで悩まないとかね、あとなんだろう、ちょっと見えねえけどね、ちっちゃすぎて画像が、ね、これじゃ大きくならないんだね。これなんて書いたんかわかんねえじゃん、これわかんねえよ、ちっちゃくて。有料後にね、修正前修正後、オールインワン黒ずみ専用ソープとかね、まあ、これがクリアな透明感ケア、くすんだ肌にオールインワンソープとかねもう黒ずみで悩まない、古い角質がたまって暗く見えてる肌のくすみに悩まないとかね、まあ表現の仕方をね、変えるだけなんだね、これね。99.9% 殺菌とかね、72時間で効果とかあって、そうだね。で、これがいい時期だよ。しっかり殺菌。で、99.9% とかね、だからね、しっかり殺菌。で、長時間持続。で、こうやって、あれなんだね。ね、お手入れあり。お手入れなし、お手入れあり。普通の髪型、ボリュームのある髪型っていうね、修正前、修正後。これは何？人口の患者さんから選ばれて名前のお客様評価。これは違うのか、これか。何これ、お手入れ、ただしこのように修正したとしても、イコモ剤を使用した結果として、ボリュームのある髪型になると理解されてしまうと、やはり、有料誤認表示になる。ボリュームが増える。まあ、育毛剤を使用して抜け毛をすることにより、普通の髪だけでなく、ボリュームが増える。まあ、同じ人なのでね。ね。こういうのってでも結構多いよね、ほんと。でもこういうのも、じゃあ、これの時に、ね、注文した人もいるわけじゃん。でもその人に返金するわけでもないし、ダメだよ、しますよ、修正します、これで終わりなんだから。でやったもん勝ちなんだよ、ね、やったもん勝ち、何でもかんでもね、やったもん勝ちなんだよ、ね、富士商広告規制、ね、であとね、今日こんなのもあったんだよ、視聴者さんがね、今日楽天モバイルの実店舗に行ったんだって。で、その契約するときに、3000ポイント、2回戦目の3000ポイント、ね。で、これ、ポイントもらえる前に、解約したら、ね、このキャンペーン無効ですかね、したね、そうですね、ってね。
あの無効になりますってね言ってたらしいんだよ。で契約の時に別の店員に聞いたら、あのポイント目的でなかったらあの大丈夫だと思いますってね、なんで違う答えになるんだろうってコメントあったんだけどね。だから道にじゃ あのポイント目的でなかったら大丈夫ですって、じゃあポイント目的かポイント目的でないかっていうのは契約した本人にしかの心にしかわからないことじゃん。じゃあそれをどう判断するんですかってことなんだよ。ね、お前ポイント目的だなってね決めつけることはできないわけだからね。だから本当ね、最初にね店員が言っていたそのポイントもらえる前にやめたらね、無効レシートをもらえませんよって対応したのは、それはあの不実の告知ってことで、これも違法行為です。真実とは違うことを言ったっていうね、騙したっていうことで、その楽天ショップの店員は違法行為をしたっていうことになります。これがね、はい、そのわけでね、まあ楽天モバイルはこういう姑息な手段を使って、お客さんを騙している。でどう考えてもその楽天リンクの通知の有効期限、ね、有効期間、この通知の有効期間といっても、この通知が何を有効しているのか、そこを答えられる人いる？じゃあ4月30日とか5月14日になったら、この広告がじゃあ抹消される、あの消えるの？そこから消えるってこと？一覧から消えるってこと？だったら表示有効、有効ででもこの有効が何が有効なのかわからない。でも普通に考えると、だって他にこの通知の有効が何が有効なんていうと、ここのキャンペーンが残り16日間有効だよとしか取れないじゃん。そうでしょ？だからもう連休入っちゃってしょうがないけれども、これはちょっとね、総務省とか消費者庁に一応クレーム案件だよね、これはね。楽天リンクの通知、これ悪用しすぎるよ、これはね。はい、そんなわけでね、とにかく楽天モバイルからの正式な案内で、こうして出ているのは確かであって、これを見たほとんどの人はそのキャンペーンが残り何日ってなってるわけだから、ね、カウントダウンしてるわけだから、これは楽天モバイルに悪意がある、悪意以外の何事でもないと思います。そんなことないよおじい、楽天モバイルに悪意がないよって思う人は、じゃあなんでそう思うのかはしっかりとコメントで書いて、おじいを説得してみてくださいね。はい、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。